どうもエルザです。それではクラッシュバンディングやっていきたいと思います。さて恐竜大暴走、大暴走、あー追われる系か。これなんかクラッシュちょっと違うよね。なんか風船っぽい。始末しようか。あ、普通にいけるね。そうなっちゃいますか。そう来るか。あいつてかあれ倒し方まだ分かってないんだよな。スピンか。これは？あ、恐竜の頭ね。抹茶なんもないよね。ちょっと。あぶな。なし。うわー久しぶりの最悪なの来た。あーでレール、しかもレールか。やること多いねー。あーで恐竜大暴走はそうだね、こっちの画面になったってことはそういうことだよね。よし来たねー。今のコルテックスじゃない、もしかして。やる。あ、ちょっとね、今の旬すぎてだけどさ、先取って、こういうのがやらしいんだよな。てか、ボーナスステージ、ないね。飛んで、
でいいのかな。でまた来るだろうね。そう来たか。あ、いやちょっといきなりいいっすか。おー、危ねー。うん、一瞬大丈夫だね。よし、取り忘れなし。はあ、あったボーナス。この隠し方めっちゃ可愛い恐竜。仕方ちょっと嫌だな。タイミング悪い。きついきつい、これきついきつい。で38。さてあと47あるかな。何したかな？何をしたかないわ。そうなんだよね。ビビるとああなるからな、クラッシュ。に来ないか。じゃああとはゴールかな。まだあるなこの感じは。そうか、
かまだあるか。あったね。よし、連なってることはないのか。これ普通にスライディングのテクニック必要じゃん。まあ普通にいけるか。それはさすがに溶岩の中はね。じゃ、いい音したね今ね。よっしゃ来たー。いやここはもうしたくない。あと2階だったか。まあでも3つだったら普通にあべこべすれば手に入るね。元気にしてたか。あ、私たちいつ消えちゃうかわかんないの。急いでくれる。はあ、存在に一体どんな意味があるんだろうな。気にするでない。ことなかれ主義でな。そう、俺のことなんて気にするな。どうだっていいんだ。異界化を見つけてマスクが揃ったね。次は割れ目を閉じるには原因を止めなきゃダメだ。そいつはエヌトロピーの大事なトラーベルリフトだな。エヌトロピーをギャフンと言わせちゃおう。さあ4つ目、マスク出てきたね。逆さまか。これまた嫌な感じきたね。もっとまともなマスクねえのかな。手を貸そうか。まあ手を借りましょう。おお、あれ？これステージ的にどこだ？はあ、2-3みたいな感じだな。まあ全く手に入んないよね。よし、やっていこうか。さあ、次はクラッシュで。いや、だいぶさっきのステージはこう、いい感じにいけたからね。ただ、ここで逆さまでしょ？逆さまかー。めちゃくちゃ辛い。逆さまは辛い。これが結構むずいのよ。落ち着きな。俺っちが敵だったらもう襲ってるって。彼は味方。迷子になってるのを見つけて、ほら割れ目に巻き込まれたみたいでね。ああ、帰り道でな。のんびり過ごしてたのによ。そっか、悪者じゃなくなったのね。悪者だと。ヘイ、シャラップ。ですが、
ハリーアップなさい、起きないの。しかし、まあまあ、この虫も命令をリスペクトできる。エネトロピー惑星バミューギュラへゴー。トラーベルリフトに近寄るエネミーのチェックが面倒なお客様をゴーホームさせる。はい、かしこまりました。うん、命令する姿もエレガント。オフコース、あなたのセーブ。ん？うわ、きつ。うん、だいぶきつかったね。あーすごい、エノキサイズ出てくるんだ。これ最初出たの確かカートのやつなんだけど、そういうつながりだったんだね。マジか。っていうか多分クラッシュをちゃんとしてない人は置いてけぼりだけどね。 あの展開はかなり激アツ。ただ、女性版のエヌトロピーは多分あれタウナの世界の話であって、初キャラかな、あれは初キャラ、初キャラだね。いや、うわ懐かしい、こういうステージの感じ。そうでこれぐらいだったらいける。あーで1回までか。まあ多分逆さまにならなくても取れるんだけどね。これだな、めんどくさいの。ああダメだった。見たくないもの見たいよね。危な。いやー今後一切ご遠慮願いたい。よし、んで、ダイヤはなしと、いやー、N オークサイドね、めちゃくちゃクラッシュバンディクーカー、レース系のやつの時めちゃくちゃ速くて、あいつに勝つだけでだいぶ大変なんだけどね。さあ秘密のダイヤゲットで、ギミックのオンパレードか。敵キャラの顔そっくりだね。いや、いけたな。奥行き次第か。まだいけそうな気はするけど、うおお意外といけるな、意外といけるね。はい、これ難しいんだよね。
いいやつだねーこれ。上は、あ、リンゴだけか。4の。リンゴはしっかり取って。なんか今コルテックスなんか言ったような気がしたんだけど、気のせいか。箱には帰れん。箱には帰れないんだよな。ってなったら限界っぽいね。はい、次サカさんな。頭がバグりそうこれ。ちょっと待ってマジで。でもこれはやばいよ。あー危ね危ね。あーファインプレイヤー。左に、左に左にね。でいいの。痛い。これそう。左。怖っ。で、ボーナス入ろうか。はあ、それはなかなかよ。吸い込まれていったね。はあ、笑うしかねえなこれ。びっくりした今の。これじゃ届かない。フィッ。
さ、入り口にあるんだよね。これ濃すぎない？おお、すげえ、いけたー。でもさ、あと6個どこにあるのっていう。ああ、それか。いやー、あれは緊張するわ。よし、全部。倒せるか。いたねー、ぶねー。まじ、またここまで来るのは勘弁。はい。下がった。あと4分の1ぐらいかな。乗るしかないか。おお、いけた。絶対無理と思ったんだけどな。ここの箱マックスはでかいね。おお、まあ進んだっちゃ進んだか。内緒の見学ツアーになるんだね。ということで、今回はここまでとなります。いやー、難しいなー。てか一番難しいのは今んとこ雪山だね。あそこが難しいな。まあまあ、次回はこのまま、そうね、ここの見学ツアーやっていきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたね。